皆さんこんにちは、ママアナウンサーよっぴーこと三井よしえです。都並の庄川のほど近くにあります、あ、もう見えてますね。そう、あー、ちょっと見えなくなった。そう、こちらです。あゆやさんにやってまいりました。この富山県だけではなくって、石川だったり福井からもわざわざこの都並庄川のあゆを食べに来られるファンの方も多いほど、この都並のあゆ、庄川のあゆっていうのは美味しいんですよね。では早速中にお邪魔します。ではこちらののれんをくぐってお邪魔します。お店入ってすぐちょうど中央にあるのがこちら、あゆの生けすです。よく見るとこれが本能なのでしょうか、遡上してますね。到着しました。お店もとっても広くてですね、こういった座敷に椅子があるスタイルです。目の前には庄川を見ることができるんです。こういった贅沢な景色を見ながら美味しいアユを楽しめるということなんですね。こちらがメニューになっています。アユですね、もうアユ尽くしのメニューです。泣くということで見せてもらってるんですけど、生きてます。動いてる、まだ本当に今取れたてのアユですね。これからいろりの方で焼いていただきます。庄川にもいたんですね。早見もこみちさんかと思っちゃいました。アユを焼く専門のアユ職人さんが一匹一匹丁寧にアユを焼いてくださいます。炭火のいい香りが広がります。うわー、いい焼き色がついてきました。すごく環境の影響を受けやすく、食べる餌だったり皮の状態って全然違う味になるそうなんですね。このあゆ屋さんでは生まれも育ちもこの庄川にとことんこだわった生粋の庄川あゆがいただけるんです。さあやってまいりました、あゆ料理5品。あゆのお刺身、昆布締めに、あゆの卵と白子を混ぜたあゆのうるか、さらに天ぷら、茶碗蒸しもあゆ尽くしです。あゆの塩焼きに追加であゆの釜飯をいただきます。来ました、あゆ尽くしのあゆ料理です。いい香りしてるんです。アユのお刺身って珍しいですよね。やっぱりこう新鮮な、もう取れたてだからこそいただけるっていう。食べた時に結構コリコリとアユの食感があって、でもアユって脂もあるんですね。しっかりとこう噛むほどに鮎の脂が出てきてとろけます。この昆布締め、なんと鮎の昆布締めです。昆布によって鮎の旨味がまた引き出ていてとろけます。おいしい。すごく凝縮された味がしますね。あゆの天ぷら、これを頭から、サクサク、中のあゆがですね、身がすっごくふっくらしていて、このバランス非常に美味しいです。ちょっと臭み気になるかなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、こちらのアユは全然その臭みがないですね。塩焼きいただきます。やばさ、一番このアユの美味しさ感じられるのかなって思いますね。もう一口噛んだ瞬間にふわっとアユの香りが広がるんですよね。身がね出てきました。鮎の身がしっ
かりと入ってます。今年からの新商品の鮎の釜飯です。いただきます。そしてお味噌汁にも鮎がいい出汁出てますね。どの調理法にしても鮎は抜群に合うということがよく分かりました。とっても美味しい。お刺身にしてもよし、天ぷらにしてもよし、塩焼きもちろん、茶碗蒸し、味噌汁、釜飯も全部100点です。これだけで私鮎何匹ぐらい食べて、10匹ぐらい食べてますね。でも全然もうお腹にまだまだいけそう、まだいけそうっていうぐらい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。先生、あー、美味しかったです。お腹いっぱいいただきました。いや、今回お邪魔しました。あゆさん、とっても美味しくいただきました。最後に場所のご案内です。あゆやは庄川沿いにあります。詳しくは概要欄をご覧ください。